はい、こんにちは、レトルトと申します。今回やるゲームは脱出ゲーム、実況生放送してみたという、ゲームらしいですね。なんか生放送をしながら、脱出ゲームをするっていう感じですよ。だいぶ期待されてね、結構なんか大手の生主なのかもしんない。やっていきましょう。このピースマークが腹立つね。スタートでいいのかな。どういう経緯でどこからこういうとこが脱出することになったの。マスクしてんなー、それっぽいなー。どうもはじめまして、モッチーと申します。モッチーさん、今日は友人宅で友人が考えた脱出ゲームを生放送で実況していきたいと思う。おー、いいねー、その企画。どちらかというと YouTuber っぽいわ。メモを預かってるんで説明します。はいはい、ってめっちゃいい視聴者さんを持っているな。問題を解いて玄関の暗証番号を入力して外に出ろ。追伸、以下の場所は触らないことだそうです。まああんま触ってほしくない場所も多いよな。はいはい、見られるとまずいところでしょうか。プライベートな部分は避けて探索しましょう。エロ本。ちなみに今友人は僕の部屋でこの生放送を見てるので、変なことをすると怒りのコメントが来るかもしれません。見てるぞー。赤字が友達なんだろうな、きっと。てか僕のプライベートが人質になってるのと同じなので、真面目にルールを従ってやっていきたいと思います。からのノリいい視聴者多いな。それではスタートしましょう。遊び方、移動ボタンで部屋を移動しながら気になるところをタップで調べます。時にはタップ以外の操作も要求されるので、いろいろ試してみましょう。広告を触ってしまいそうな位置に移動ボタンがあるな。アイテムボックスのアイテムを選択して特定の場所をタップすると使用できます。選択上に再度タップすると拡大されます。まあ、よくあるやつだな。ほいほい。コメントはオンにしていきたいな。まあ、シャレオツなんでしょう。シャレオツ。なるほど。でもこれなんかちょっと重要そうじゃない？なんか光の色がさ。僕にはわかりません。これ。何かあるかな？アニメ見よ。ノリーな視聴者。他に触れるところはない。お、お菓子とかあればいいのに。ここか。この右下の白の戸棚。どっちも特にないっぽいね。そうだね。じゃあ、ちょっと向き変えてみましょう。お、いい絵だな。シャレオツなテーブルですな。この下とか。なんもねえな。お、相変わらず物が少ない。何かあるかな。全然なんもねえな。これはリストにないから触ってよしと。つけっぱなしだから問題ないらしいです。全然ないぞ、正直。ベッド。てか、綺麗だな。パンチングマシンダメ。ハンガー。エアコンはダメ。寝てる間に頭に倒れてくるパターンのやつですね。ちょっと怖いな、これ。目覚まし時計は、3時51分ぐらいを指してるね。勝手に座るといつも怒られます。ちょっとわかるな、それ。下、ベッドの下、お！こういう資格も要チェック。てか、全然なくね。本当に全然見つかんないんだけど。あ、ここはあるでしょ。引き出しは開けて OK。ない。空かよ。空かよ。全然見つかんねえ。もうちょっと見つかるだろう。PC もデスクトップにあるものなら触ってよし。デスクトップね、なんもねえじゃねえか。玉切れ。あ !2459。なんかあるんだろうな。このハートのマークの日何かやっちゃうんじゃないの？デートがあるんじゃないの？問題用に買ったらしい。全然ないんだけど。相変わらず使いこなせてないコレクションだな。フィギュアとか置きたいね。てか、こんなに、とりあえず一周探してみてさ、一個も見つかんないってあんの？なんかコメントとかでさ、ヒントとかもらう。あ！超簡単じゃないこれ。
暗証番号は超友達超簡単なんだけど、僕が誕生日にあげたやつですね。靴あげるとかいいね。あ、キックボードがあげたのかな。5、9、2、4。初回なので意外とあっさりクリアできました。まだまだ友人がいろいろと考えてるみたいなので、また後日実況予定です。それではご視聴ありがとうございました。友達考えたの超簡単だな。何個もあんのかな。視聴終了。次へ。何個もあんだこれ。友達いっぱい脱出ゲーム用意してんだ。じゃあ、はーい、こんにちはーす。前回の方からはお待たせしました、もっちーです。もっちー、前回を同様、友人宅で友人が考えた脱出ゲームを生放送で実況していきたいと思います。おい、問題を解いて玄関からゼロってことです。何個もあんだなきっと。切れられるのでお利口に脱出します。これいいな。こんな感じでなんか脱出ゲーム作ってくれる友達超欲しい。やりたい。前回は初回ということで簡単でしたが、少しだけ難しくしてるとのことです。あと僕ボキャブラリーが貧困なので、前回と同じようなこと言ってたらすみません。それではスタートしましょう。そうだね、ボキャブラリー。とりあえず玄関にさ、ある程度のヒントがあるじゃん。これ今回も、でも今回何も書いてないな。なんか置いてある。わざとらしく置かれてるので一応取ります。定規、アイテムゲットか。アイテムゲット。んー、デスクトップなんもない。多分ある回もあるんだろうな。空かよ、空かよ、空かよ。多分まだ簡単だから、基本的には特に何もないパターンなんじゃないかな。うん、誕生日にあげたやつですね。特に前も言ってたよこれ、マスク取れよ。やめてあげるよ、マスク取るのはいいだろ。取らなくていいだろマスクはね。マスクは唯一取らなくていいよな。特に何もないんだよな。あった、なんかある。よっしゃ、問題らしきメモゲット。ひし形、あ、なるほど。これは結構簡単だぞこれ。これは定規の、定規通りにやるってことじゃないのこれ。あ、できた、使えた。簡単簡単、やっぱそのパティーンか。6413を打つと。なるほどね、面白いなこれ。6413、イエーイ、よっしゃ正解。初回よりはひねってはあったけど、僕のいい、頭のいい僕に赤子の手を借りる問題でしたね。もっち腹立つな。次に期待しましょう。友達にやってもらえて起きながらちょっと調子乗るっていう。次へ。まあまだまだ解けるな。詰まったらすぐやめよう。モッチー、前回からの方お待たせしました。月並みなんだよなお前の挨拶。丁寧、あ、初見の方はこれを見てください。もうなんか用意しだしたじゃん、説明めんどくさくなって。なるほど、わかりやすくていいな。これなかったの、ご飯と梅干し、日本っぽいよなんかこれ。今までなかったやつだよ。とりあえずいろいろ探していくしかないよな。相変わらず物が少ない。まあいろいろどけたんだろうな。まあこれもイントになったりする時がやってくるんだろうけども、あー今回も特になんもねえな。それにしてもなんもねえな。引き出しは開けて OK、 いつものやつねこれ。どっかになんか隠されてんでしょきっと。あっ、米をよく見ろ、米をよく見ろ。さっきの米のとこ行ってみよう。ここに使ったりするのか、そういうわけじゃないな。米をよく見る、
え？あ、2103って打ってるやつがいる。これ友達が打ってんのかな、白字で。米を見た時に毎回打ってるやつがいるんだ。すげえ、ちょっとテクニカルにしてきやがった。生放送ならではの仕掛けでしたね。ご飯を見てたら食べたくなったので友人とご飯でも食べに行こうと思います。それではご視聴ありがとうございました。なんかかまいたちによるっぽいから事件に巻き込まれそうだな、ご飯中に。面白い。次へ5ぐらいまではクリアしたいなって感じするな。はい、面倒くさくなってあのテロップ出すんでしょ。はーい、さて、あ、モモンガ、シャレオツなテーブルですな。なんでしょうこれは。とりあえずゲット。なんか焼いたりしたらなんかなったりしないかな。特に出口には何も書いてませんね。はい、イケメン誕生。焼いたりできないのこれ。これをさ、電子レンジだもんな、オーブンじゃなくて。これさ、自炊で、ここに、あ、裏にもあったのか。上半分を食べろってことですね。7718。すげえ。これを全部組み合わせて脱出ゲーム作れば面白そう。今までの1から4でさ。モモンガー！すげえ！面白い。今回も無事脱出できました。次回は何をごちそうじゃない。謎が待ち受けるのか。それではご視聴ありがとうございました。すげえ、思ってるよりクオリティの高いゲームだな、これ。さて、じゃあ、とりあえず次でラストにしてみる？ 5。な、全部で何個あるんだろうね。もっちー、待ってたよ、もっちー。友人が、というか友人を呼んでほしい。友人に俺やらせてほしい、これ。とりあえず全部なんか眺めてみる。あー、なんかある。ライトアップ。ライトつけるってこと？つかない。玉切れみたいですね。ライトを探さなきゃいけないっていうことなのかな。どっかに入ってんじゃない？これ。絶対どっかにあるんだよ。ライトアップって書いてあるぐらいだから。この下、もうこの下やったしな。あっ！懐中電灯。あ、ライトアップ。え、懐中電灯で？はい。ライトがつきません。電池がないようです。あ、ここのさ、電池を。あれ？電池が入ってないですね。おい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 、意味ねえじゃん、それじゃあ。ということは、もうとにかく電池が必要なんだな。あ、なんかある。電池見っけ。アルカリかな。とりあえずこれに、これを使って、ライトアップの場所行ってみる？ライトアップと書いてあります。1457。後ろのやつ電気つけるわけじゃなかったのか。1、あ、違う違う違う、ちょっと待って。はいはい、すいません。1457。イェーイ！よっしゃ、正解。今回も脱出完了です。そういえば食べ物が出てこなかったですね。次回に期待しましょう。結構あれだね、なんていうの。ちょっとなんか毒とか。ちょっとした笑いを入れてくるな。博多大吉タイプやな。面白いこれ。ホームセレクト押したら全部何個あるかわかんのかな。はい、かわいいキャラクター。結構これあるぞ。未配信、うわ、なんかいいアーカイブみたいになってる。全25なのか。じゃあちょっと時間的にも今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。思ってるよりすげえ面白かったですね。ということで、また、機会があれやってみたいと思います。レトルトさーん。ジャンプ。やったー。よーし、オッケー。